人。あれいなか。刺さってます。巻いて、巻いて。いや、してもいい。巻いて、巻いて。ホテルこんな感じなんですけど。生活感を出しましょう。この広さでエアコンもついて1泊3000円しないぐらいですね。多分この島でも一番安いぐらいのホテルだと思うんですけど、風景もすごいいいです。そして夕方にしちゃったんですけど出かけたいと思います。なんかポンちゃんが変な呪文を唱えながらバイクに向かってますが、さっきまで部屋でラブラブしてましたね。このホテルやっぱりいいですね。すごいカップルでもくつろげます。はい、ということで夕方のドライブデートに来てます。こんなところに来てますね。シーちゃんふ頭というところなんですけど、眺めがめちゃめちゃいいですね。そしてポンちゃんがなんかやったわドライブ楽しんでくれてますね。さっきまでバイクの話をしてたんですけど、めちゃめちゃドライブを楽しんでくれます。ちょっとごめんなさい、本当にこの子加速とか急ブレーキで僕を振り落とそうとするので、この子の頭しか映ってない時も多いかと思うんですが、美女の頭皮をちょっと体感で映像で感じながら楽しんでもらえると嬉しいです。そしてこんな感じですね、やっぱりしーちゃんと海沿いに見どころいっぱいありますね。こっちにもあるし反対側もいっぱいあります。そういうのさすがヤンキーという感じで流れ流してますが、あっちに牛乳も沈んでいますね。ということでこんな坂道をさっきから対向車もいない中爆走しています。夕方の島、ちょっとこっち映したいんですけど風切り音すごくなりますかね。だいぶ高いところに来ています。リリリ巻いて巻いてパイ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 景色もすごいです。多分この島一高いところなんでしょうね。今あそこのカポンカポン、あそこの上の仏教の場所を目指してます。あ、コント今ちょっと腰を触ってセクハラしたらこそわいと言って拒否されましたね。もう一回トライしてみましょう。ポンちゃんスローリースローリー消したを解くかー。ユーディーマンリテフォン、ポンちゃんがあっち見ろと言ったんですけど、めちゃめちゃ綺麗な夕日ですね、今日はもう浮きに差し掛かっているんですけど、こんな感じで夕日が綺麗です。今こんな感じで階段を登っていっていますね。ここが第一のビューポイントですかね。あんな感じで上にまだあるんですけど、すでにここの時点でめちゃめちゃいいです。あ、余計な景色こんな感じですね、めちゃめちゃいいです。夕日がめちゃめちゃ綺麗ですね。ゴダオゴダオあ、はい、よけねーゆっぱいな、ゆっぱいな、よけねという感じで、めちゃめちゃこの子OK、はしゃいでますね、さっきラブラブをしたせいかやっぱり、機嫌が良くなりますね、女性と一緒にいて仲良くする秘訣はやっぱりスキンシップ大切ですね。夫婦になるとちょっと難しいこともあるのかもしれないですが、わ、すごい、なんて喋ってる間にめちゃめちゃ景色がいいところに行きました。ちょっとこれ広角よりズームしたら分かるんですけど、だいたい人の視覚的にこんな感じですかね。めちゃめちゃいい風景が広がっています。ということで、この祠といいますか、仏教のなんて言うんですかね、こういうのインドとかネパールではストゥーパって言うんですけど、ちょっとこれ映像で分かりにくいですかね。積み石とかすごいいっぱいしてありますね。
ここもそうですし、これもこれもこれもここらにいっぱいありますね。そしてうわめちゃめちゃ景色がいい。 D マーク、うわすごいな。うんうん、ということで、やっぱりこの子仏教に熱心です。積み石をしようとしてますね。平べったい石が売ってたので積もうとしてますが、無難なところに置こうしてますが、これはあれなんか不吉な予感がします。今人の石を落としたような気がするんですが、これ大丈夫でしょうかね。さあ石を置けなおはいかなということで、こんなほのぼのデートも雑体という感じで、仏教かける海です。そしてかけるのを忘れたが美女です。あ、いいな、うん、そして、うん、カルマへの欲が出ています。さらに徳を積むために石をすごい体勢で取って追加しようとしています。さあ今度は積める。うわすごい、もうゴリゴリに人の沿いに積んでってます。もうゴリゴリに徳積みたい感が出てますね。今この子がもう上に登るのは面倒くさいと言っていたんですが、あらお参りしないと言った途端モチベーションが出てきました。やっぱり2、3の子仏教に熱心な子が多い気がしますね。そして靴を履いてくださいとあります。おこそがな雰囲気ですね。さあここで靴を脱いで、そして旅なんですけど、もう僕も靴一つになってますね。このサンダルだけで、このサンダルだけで旅をしております。さあなんかこんな感じです。こんな急な道を取ってと言ってきてます。おい、うん、怖い怖い怖い、めっちゃ怖い。そしてもう密着の仕方も変わってきてますね。この方だとこんな感じで距離を置きつつの距離を置くんですね。もうちょっと落ち着くとこまで来ましたね。この子がミラー越しに笑ってますけど可愛いですね。かわいい。ポン。Just one minute now. How about Koshi-chan? You like? はい、ということでシーラちゃんに帰ってきました。シーちゃんとの旅も終わりですね。ということで、この動画が面白いと思った方や続きが気になる方はグッドボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。